はい、皆さんこんにちは、ピカです。ドラゴンクエストビルダーズ2やっていくよ。はい、次は船長に話す。けっけっけっけ、見ていたぞビルダー、連中の依頼をすべてこなしたんだな。自分をさらった魔物の命令をああも楽しげにやりこなすとは。貴様はなかなか面白い。俺は貴様に興味が出てきたぞ。ビルダーよ、貴様に問う。ものづくりとはそんなに楽しいことなのか。はい、けっけっけ、そうだろうそうだろう、見ているだけで楽しさが伝わってきたぞ。ビルダーよ、貴様はなかなか素晴らしい。褒めて使わす。やはり貴様には死んでもらわなければならんな。今ですか？セーブしてないんですけど。船長、けっけ言っただろう。我々にとってビルダーは敵でしかない。楽しげに物を作るなど不届き千万なり。さあビルダー見習い、そこに治るがよかろう。その首俺が切り落として差し上げてやろう。え、やめて、どうすんの、なしてんのお前。なんてなっと、おいおい、安心しろ、貴様の命は取らん。まだな。見たところ貴様は素直でお人よしでアホで変態で熱心だ。奴隷としてこの上ない才能を秘めている。それに何より俺が貴様を気に入ったのだ。チューしてやろうか。唇はないけどな、歯が直接当たるけどな。貴様は俺の奴隷として飼ってやろう。それはそうとビルダー見習い、実はずっと気になっていたんだが、これ見よしが よがしに背負っているその分厚い本は何なんだ。まさか18禁を隠しているではあるまいな。見るからに普通の本ではなさそうだぞお前。おい、ちょっと歩道するぞ歩道。なんだこれ、嵐、また嵐か。あ、雨か。これはまずい、嵐だ。おいおい、みんな、ビルダー見習いか。どうやらお主がふさわしいようだ。誰ですか？お前こそ世界を作り壊すもの。さあ来るがいい、私のもとへ。誰ですか？ちょっと牢屋に女子がちょっと一人さらわれているんです。おいビルダー、何をぼさっとしてやがる。面かじいっぱいじゃ。もう火事いっぱいして何か意味あるんですか？ここは危険だ。貴様はそこの階段を降りて戦争にでも隠れてやがれ。なんですか、僕をかばってくれるんですか？わかりました。おい、何よ変態。あなた前回無視して言ったわね。この騒ぎは一体何が起きているっていうのよ。ひー、もうダメだわ。僕たちかここで死ぬんだ。僕たちはあれ、なんか箱に奥にいるやつ、左側のやつ、
ワンに出てきたあの親父、ヒゲ親父に似てるぞ。誰だっけな、名前忘れちゃった。ガロンじゃなくてね、なんだっけ、忘れちゃった。こんな時に嵐がビルドされるとは。なんたる不運。これはもうダメかもしれませんね。誰言ってるのかさっぱりわかんないから、ちょっと女の子なのか男の子なのか。あなた自由に動けるんでしょ。早くなんとかしなさいよ。なんとかするってどうするんだよ。戦争に行けって言われてんだよ。戦争に行って、もしかして影あるっちゅうことか。おっと、この揺れは何、ちょ、異常だぞ。なんか魔物来たのか。ひー、接戦長戦、そこが早く来てくださいまし。うぐ、今行く、待っていろ。大丈夫か、ピカビルダー。く、今は船が心配じゃ。こんな小僧はほっぱておくんじゃ。これはまずいぞ。誰か来てくれ。なんだこのビルダーズ1のボス戦の音楽は。ん、どうしたんですか。すごい嵐だな。これは船全体が揺さぶられてるぞ。戦争はこの奥だ。船長の命令に従ってお前は隠れていればいい。分かった、あとは頼んだ。はい、船長、持ってきました。そんなもの持ってこいと誰が言った。おいビルダー、早くこっち来い。ボケている暇はない。わかりました。水漏れてる水です。沈没ですか、船長。んこれはここジャンプして俺がハマっていきましょう。ダメじゃん。これを俺が持ち上げてこうはめるっていうことじゃな。その前にじゃあ船長、お前なんかセリフ言うんだろ。早く言って。うほーほーい、どうでもいい。ビルダー来てくれたのか。嵐と波で船が揺れて当たりの岩にぶつかったらしい。これはまさしくタイタニック惨劇じゃ。あの穴を塞がなければお前のケツの穴を塞いでやる。うるせえ。貴様にはグローブがあるだろう。戦争にある木箱を運んでケツの穴を塞いでやれ。分かった。ちょっと2番目から非常に下品になってきてますけど、ご了承ください。まあ僕の動画は結構下品ですから。はい、塞ぎました、船長。これはまずいぞ。今度はどうしたんですか。また穴が。頼むビルダー、わしのケツの穴ももう限界じゃ。木箱で塞いでくれ。わかりました、ならパンツを下ろしてください。よし、とっととやろう。早く世界作りて。この時は考えるんだ。前にそこに置けません。当たり前ですよ、そこに置けねえのかよ、こうちゃん。このワンクリした俺を舐めるなよ。これください。うお、ビルダー、よく穴を塞いでくれたな。しかし岩にぶつかって船全体が脆くなっている。いつまた穴が開いてもおかしくはないから、アロンアルファを持ってくるんじゃ。うやひどい、お前一緒のことばっかさせんじゃねえ。おい、貴
様だけが頼りだ。頼む、あの3つの穴を木箱で塞いでくれ。おい、何回も一緒なことさせんじゃねえ。おい、完璧ですよ。私のこのピンポイントセッティングは、はい、ここで一回転しながらコツ、よし、決まってしまいました。船長、船長、ん、船長、うほー、穴をすべて塞いでくれたんだな。よろしい、これで少しは持つだろう。その間に乗員を、あはゲヒヒ、今度はなんだ、うわちょっとお前でけえだろそれ。あー、あんなにでかいケツの穴がもう限界だ。これはもうド M のようにやられるしかねえ。うおービルだー、ダメだ。わかりました。おっと、やっとオープニングか。なんげえな、おい。堀井雄二さん、素晴らしい。デザインも鳥山明さん、素晴らしい。曲は杉山の絵、光一さん。ダメです。何、うっそ、いや、長いチュートリアルだったね。さあ、本格的にやっていくぜ。ドラゴンクエストビルダーズ2、破壊神指導と空っぽのピカの頭。あ、誰だこいつ。はあ、すげえ力だな、おい。ミミズくんがいるじゃねえか。面白そう。ワンと違う、ワンと全然あのなんだデザインっていうか質感が違う。画像の、いや、かパワーアップされてる。ピカのアフもパワーアップされてるし、ねえ、ワンのね、あのゆっくりキャラの時もね、とても下品なことばっかりセリフで言ってるからね。あー面白そう。ぶっ倒れてるけど面白そう。どこかに流れ着いたようだ。あたりの様子を探ってみよう。うわはは、久しぶりのビルダーズ、面白そう。いやー、今回あの泳げるんだよね多分。あの深いところ、ちょ、あれやめて。泳げるんだ。持って置いて、なんだこれ、違う、これ違う、よっ、なんだこれ、あの樽の半分だったやつか。いらん。あたりを探ってみようって言ってたな。誰か倒れてんのかな。なんだこれ、いらん。あ、宝箱ある。どこからか人の声が聞こえる。何もない、誰もいない。
ここはどこだ。俺は一体。声は壁の向こうからのようだ。どこだ。あっちか。あっちか。あっち、あっちっぽいぞ。あっちっぽいぞ。砂の壁を壊して奥へ進んでみよう。わかった。それのその前にこれを漁っていこう。昆布か。これも昆布作れんのか。俺の昆布はうめえんだぜ。よし、はい、よし。支点はどうなの。あ、この支点もできるんだ。一人称ね。空っぽ島、始まりの無人島。ねえ、今度は泳げそうだし空も飛べそうだしね。すんげえ面白そう。あ、一人称になってる。このマインクラフトみたいね、これ。まあこれで行きましょう。赤い空か。まさかここ地獄か、それとも天国ってやつなのか。誰じゃ。ん、あっちか。おい、そこのツンツン頭、貴様誰だ。俺ですか。俺はピカです。さあ、まあどうやら生きているらしいな。どうやってここに来た。ほう、乗っていた船が沈没してここに流れ着いたらしいか。それで貴様は何者だ。ほう、ビルダー見習いのピカか。ちゃんと空白空いてる、嬉しい。なんだ、ビルダーって。まあいい、面白いものを見せてやる。俺についてこい。どうですか。俺の名前はシドウだ。さあこっちだ、ピカ。はい、よっ。シドウさん、指導してください。待ってください、シドウさん。ちょっと待ってください、走り方忘れました、指導さん。ところがどこ。ちょっと、みんなどうしたんだ。は、はは、どうだ。ここの連中みんな死んでやがるんだ。なかなか面白いだろ。おい、ちょっとお前何者。なんで残酷なこと言うの。どうやらこの島で生き残ってるのは俺と貴様だけみたいだぜ。ん？乗っていた船で俺の姿を見なかったような気がするだと。そうか、だとしたら一体俺は。ごほがほごほほげほ。おい、女の子か。あの女、まだ息があるぞ。とどめを刺すんだ。わ、待ってください、指導さん。どうする？いっそ楽にしてやるか。ん？ぶっすりずっぶりと前後から行くか、おい。俺に先にやらせてください、指導さん。おい、あの女、まだ息があるぞ。とどめを刺すんだ。おい、女、お前がやったんだな。手を挙げろ。ダメです、指導さん。わかりました。はここはどこ。私は一体。あなたは変態。違います。
あ、変態。違います。あ、あなたたち海賊ね。ルルの身ぐるみ剥がす気なんでしょ。ペロッとペロッと行く気なんでしょ、スケベ野郎。うわーん、ルル大ピンチ。ルル逃げる。なんだよ、キャンキャンうるさい女だな。どうする、あの女口が聞けないようにしてやるか。ちょっとお前、ちょっと指導ってなんだ、魔物か、魔物のあの指導か、なんか悪魔チックな喋り方するね。なんか少年みたいけど。シドさん、そんなこと言ったらいけませんよ。うん、大丈夫ですか。死んでるぞ。あ、消えちゃった。海の彼方へと消えていった。消えちゃった。なんだこれ。あれ、スラリン。スラリンも死んでる。スラリと消える。そして、もう一人死んでるけど、そっと捨ててあげましょう。よし。おい、ルル大丈夫か。作ろう。何もない。おい、ルル、おい、すまん、塔から入らなくてすまん。大丈夫だ、俺だ。キャー、近寄らないでよ。ここはどこなの。ルルは一体誰なの。お前はルルだ、俺はピカだ。おい、どうやらここは無人島ってやつみたいだな。瓦礫と砂と死体以外は何もない。あら、うん、あなた、あの船に乗っていたビルダー見習いね。ニコニコしてて変態チックで魔物の命令を聞いていた。そうです、どうするのよ、無人島なんかに流れ着いて。あなた責任取ってよね。え、助けが来るかもしれない、それまで何か作って待とうですって。そっか、あなたビルダーだものね。見習いでも少しは物を作れるのよね。ここはボロの作業台もあるし、そうね、助けを待つ間に何か作るとしたら、ルルのお願い、助けを待つならせめて雨や風を防いで贅沢に眠れるお家が必要ね。もちろんあなたは外よ。お部屋は2段以上の壁と扉があれば完成するわ。うん、2段以上の壁ね。これは一緒だな。あと松明、光もいらないのか。この壊れたお家を利用すればできるはずよ。近くにある茶色の船の残骸をあなたのグローブで掴んで壁の隙間を埋めてみてちょうだい。焚き火で料理してミッション通過。いつ助けが来るかわからないもの、食べるものがなきゃ不安よね。近くの海岸に桃貝が落ちていたでしょ。焚き火で焼けばきっと食べられるわ。焚き火作りには木材がいりそうだけど、海辺に落ちている壊れた樽や流木からなら取れそうね。ベッドを作って、ゴツゴツした岩の上じゃ私眠れないわ。ベッドは絶対必需品よ。どうにかして藁のベッドを作れない。ルルとあなたたちの分3つ作って、お部屋の中に敷いてちょうだい。おい貴様、急にベラベラ喋りやがって勝手に話を進めるな。
あなた黙ってなさい。本当に。そもそも何なのよ、貴様。そのお腹丸出しの服は。何？無礼な女だ。貴様、八つ咲きにされたいのか。ねえ、ビルダー見習いさん。お願いしたものをあなたなら作れるわよね。わかった。そう言ってくれると思ったわ。いくらお尻の青い見習いでもこれくらい作れなきゃ。これはルルからのビルダー見習いミッションよ。張り切って作ってね。しょうがねえ女だぜ。なんだよミッションって。なあ、この女やっぱり息の根を止めてやろうぜ。息の根を。何びっくりマーク。まだミッションお前言おうとしてるの。もしかしてあれだけペラ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 と。ビルダー見習いさん、ものづくりは順調かしら。まだ何もしてねえよ。ルヌのお願いきっと叶えてね。何？お部屋を作って。あ、来たよ、来た、分かった。まず、全く泣いたりわめたり急に呼吸したりふざけた女だぜ。貴様、あの女使いっ走りじゃねえか。あの女の面倒ならむしろよ。何？遭難して困ってる？助けてあげようだと？おかしなやつだな。貴様だって遭難者じゃねえか。そうなんだ。そういえば貴様らビルダーとか物を作るとか抜かしやがってたが、物を作るってなんだ。まあいい、退屈しのぎになりそうだ。物作りってやつは俺も付き合ってやる。そうだな、まずは部屋作りってやつからやってみたらどうだ。やり方がわからなかったらもう一度あの女に話を聞くんだな。分かってるよ。まあこれ持ち上げるか。ほら、はい、よいしょよいしょ。どすこい、どすこい。おい、こっちだよ。まずはここじゃ。そしてすかさず飛ぶ。そしてまた飛んで、こういうふうにこうかけて、こういうふうにこう、そしてこれをこう来た上でこれをこう、はい、そっち。さあ、あと一個じゃ。はい、オッケー、部屋できた。わ、パチ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 。早速お部屋ができたのね。見習いにしては仕事が早いじゃない。日常生活でもそういう風に機敏に動いてよ。二段以上の壁を作って扉をつければお部屋になるわ。魔物が来てもお部屋の中ならへっちゃらよ。ありがとう見習いさん。仕方ないからこのお部屋あなたたちも使わせてあげるわ。あの女が言ってやがった部屋作りってやつはできたみたいだな。あとは確か焚き火で桃貝を焼いて、おめえも焼くんだな。そうだった。貴様そんなことできるのか。やってみよう。ひらめいた、焚き火だ。イエーイ、これが焚き火じゃ。ん、どうした。急に薄汚れた本を引っ張り出して。何？焚き火をひらめいた。素材があれば作れるだと。ほう、木材と油を素材に、そこにあるボロの作業台で作るんだな。だったらこれを使えよ。鳥にいた、島にいた鳥じゃねえよ。邪魔なスライムを絞り上げたら出てきたんだよ。
くせえ液体がよ。オッケー、スライムから油取れるんだね。あとは木材ってやつだが、あの女は海辺の壊れた樽や流木からなら取れるって言ってたな。さあ早く素材を手に入れて焚き火ってやつを作ってみろよ。オッケー。まあこのゲームはね、まあドラゴンクエストドラゴンクエストのねモンスターたちがまあ敵として、まあ時には味方として出てくるのかな。うん、そしてまあそいつらを倒して素材とかを集めて、まあマインクラフトのようにものづくりして、でミッションをこなしていくというゲームですね。まあもちろんボス戦とかもあるんでね、非常にまあ1とかは僕的には物語もまあ操作とかね、たまにちょっとわからなかったこともあったんでね、それはまあちょっと戸惑いましたけど、非常にね面白いゲームだと思いますよ。あそこにスライムいるから、あのぶん殴って、そしてねこれレベルはね、魔物倒してレベル上げるんじゃなくて、レベル上がるんじゃなくて物を作ってレベル上がるんですね。よし、そしたら、モンモンガイってこれか、これこうやればいいのか、昆布か、これは昆布だな。モンモンガイって どれだあれか、あの赤いやつか、あれ昆布だよ。地図上になんか出てるか、モンモンガイらしきものが、桃が桃がよいしょっと、あれお腹減ってきた。満腹度が 0% になると走ったり連続で叩いたりできなくなる。そうなる前に食べ物を食べよう。わかった。左上のね HP 緑バーでパンのマーク 10% になってますよね。あれがゼロになったらそういう現象が起こるということですね。で、十字キーでこれ選んで食べよう。十分、はい、いっぱい取ったんだよねこれ。でこの満腹度回復度もまあ、しかあこれ違った、昆布と間違えた、昆布と間違えちゃったこいつ、ごめんなっちゃ、屍になってお前じゃない、もう分かってる、ああ分かってるもん。まずこの木と木で木取ってよし、でどこだ、おい貴様、俺にはまだいまいちわからない、ものづくりとか素材とかビルダーとか一体何のことなんだ。ほう、落ちてるものを殴ってぶっ壊せば物を作るための素材になるか。そして素材から新しいものを作り出す、それがビルダーなんだな。そうです。ん、世界はビルダーは世界中にいる、物作りを知らないなんておかしいだと。貴様人のことをおかしいだなんてなかなか言うじゃないか。俺は物を壊すのは得意なんだ。素材集めってやつ俺も手伝ってやる。あの女は桃貝ってやつが海辺に落ちてるって言ってたよな。ひょっとしたらこの辺りにあるかもな。探そう。あ、これは石だ。くっちゃった。石っていうか岩だ。岩はね、ヒノキの棒じゃ壊せないみたいだ。ほう、お前のその空手チョップでこれ壊して、あ、これだな、えい、ん？なんだその妙な形の
やつは。そうか、それがあの女が言っていた桃貝ってやつだな。なんだか危険な匂いがする。まさか生で食うなんて言わないよな。だから焚き火で焼くんだよ、指導君。よし、もっとピンク色の桃貝を探すんじゃ。あっちに桃貝がある。こっちにはない。あの木を、あっここに桃貝あっけ。へい、よし、こっちにも桃貝ちゃんが。よし、でこれ葉っぱちゃん。あー、これ枯れ草ね。多分この、あれ枯れ草か、藁じゃなかったかな。藁のベッドは枯れ草だったかな。まあ一応取っておけ、面倒だから一気に集めよう。お前もし、お前はしね。よし、こんなもんでいいかな。桃がいくつって3つぐらいって言ってなかった。まあ これだけ集めればいいだろう、ここね。よーし、よし、もうよかろう。よし、走って帰るぞ。えい、あ、ここにも桃貝がまだ出てきたぞ。突撃じゃー。で、作業台行って作ろう。よーし、焚き火作れ。よっしゃー、で、焚き火を設置しなければね。とりゃー、焚き火を選んで、どっかここら辺に置くか。ここに置け、置いて。ほう、それが焚き火ってやつか。なかなか派手に燃えて、燃えそうだな。それでそいつをどうするんだ。焚き火で料理をしよう。材料を選んで三角で入れて、丸で料理開始。まずは桃貝を入れてみよう。三角入れる。まあ桃貝選んで入れる。はい。あ、1個しか入れれねえのか。料理。おお、桃貝ってやつを焚き火でに突っ込んだのか。そうか、桃貝を焼こうってわけだ。料理ってやつもものづくりなんだな。桃貝が焼けるまで少し時間がかかりそうだ。ここで様子を見ていようぜ。料理には時間がかかる。できるまでに時間がかかる。焦らずにできるのを待とう。あ、あれか。まあその先に、じゃあ藁のベッドを作って、これ入れない。もうできたぞ。藁のベッドってどうやるんだっけ。ん、くんくんくん。わあ、早速焼き桃貝を作ってくれたのね。それもらっていい。ダメだ、俺のだ。まあじらすなんていい度胸ね。あんたぶっ殺すわよ。いいから早くルルに食べさせて。わかった。生臭さと砂のジャリジャリ感が甘いって、曖昧って、とっても美味しいわ。どんな味覚なんだお前。
食べられそうな素材を焚き火に入れて少し待てばお料理を作れるの。そのまま食べるよりお腹も膨れて体力もたくさん回復するはずよ。素材を見つけたらどんどん突っ込んで作ってみてね。わかった。そうだ、まだ聞いてなかったわね。あなたたちの名前なんていうの？ピカです。ピカと、ん？シドか。ピカがビルダーなのは分かったけど、あなたは何者なの？それが、ここに来るまでの記憶がまるでないんだ。どうやら記憶喪失ってやつらしい。へへへ、おかしい、本当に。ビルダー見習いに記憶喪失ね。なんだか面白いコンビじゃない。何？こんな弱っそうなやつと俺がコンビ？寝言は寝てから言いやがれ。罠のベッド作って寝てから。寝言といえばルル、お腹が膨れて眠くなってきちゃった。早くベッド作って。ピカ早く本当にベッド作ってよ。働いてきて早く。ああ、今ひらめくんだ。なんか作れないと思ったら。やっはー。枯れ草か。わらベッド、草を集めておいただけの簡単な寝床。ん？なんだよ、やたらと嬉しそうにしやがって。また何かひらめたのか。ほう、わらベッドをひらめたんだな。枯れ草を素材にすれば作れるわけだ。それっぽい草ならこの海岸の西の奥で見たぜ。なんなら辺りを探してみるか。いや、もう見つけてきたよ。俺はポーンと匂っちゃったんだよ、わらベッドの匂いがさ。よし、これじゃあ作れ。3つだったね。おい、オッケー。さあこれで、じゃあこのわらベッド選んで、ここがルル、そしてシド、そして俺と。うわー、変態、下心丸出し、ほんとスケベ。ベッドを3つ敷いてくれたのね。しかもシド、あの焚き火の横って素晴らしいわ。いいじゃない。ベッドがあれば昼間は体を休めて体力を回復できるの。夜に眠れば朝までぐっすり眠れるわ。魔物と寝たら永眠よ。わかった。それにしてもこんな無人島でビルダーと一緒だなんて、パパとママが知ったらどう思うかしら。ルルのパパとママはハーゴン教団に殺されたの。ルプガナっていう町で戦いに巻き込まれて。仕返ししようと思ってあの船に忍び込んだんだけど、気づいたら捕まって最後はこんな島に。いや、お前がハーゴンに何できるの。パパ、ママ、私は無事です。アーメン。無人島で変な男に絡まれてもルルは元気よ。ルルのことお空から見守っててね。いや、君あの密かに僕たちを侮辱罪してるよ。ん？とにかくこれで夜になったらベッドでゆっくり寝られるわ。二人ともどうもありがとう。よーし、これで全部ミッション完了だぜ。よし、寝ようぜ。あっと、いけてるね、おい。今、ルル踊ってたぜ。これ、セーブできんのか？あ、できる。はい、それではね、今回はここまでにしときます。では、また次回、この続き、やっていきましょう。またね。